生年月日教えてください。1983年10月9日何歳ですか？39歳。40歳。はい。血液型は？血液を採血してないからわかんない。おはよう。おはよう。次、家族で行きたいところはどこですか？沖縄。生きがいは何ですか？今あるものすべてです。なんでいつもスリッパなんですか？楽だからでしょ。楽以外ねえだろ。なんでスリッパなのって。サンダルだ。でも結構ね、スリッパってくるんだよね。サンダルだよ、サンダル。なんでサンダルなんですか？楽だからに決まってんだろ。それ以外ねえだろ。以上ですね、うん。ママの好きなところいっぱいあるでしょ？いっぱいあるよ。ちょっと足が臭いところ。じゃないじゃん、絶対そこ。めっちゃ嫌がってるとこじゃん。サンダル履かれるのも怒るじゃん、だって。ないの？だからちょっと足が臭い。あー、ちょっと足臭い。両親のどんな遺伝でそんな素敵な人になったんですか？ご？両親のどんな遺伝で？難しいね、この質問。これ難しいね。むずいな。小学校の時から2人いねえからわかんねえ。逆上がりできますか？余裕に決まってんだろ。余裕だよ、超余裕だよ。マジ？うん、連続で2000をできる。余裕すぎだな。なんだったらもう手使わないでできる。自分の好きなところ5、うん、俺の好きなところ、これも来んの？自分の好きなところって。ん？自分の好きなところはどこですかって来んの？あ、そう、結構来るよ。今日そっちに来んでしょ？いやいや、じゃなくてパパへの質問コーナーやるから、うん、パパに質問くださいって言ったら、うん、自分の好きなところはどこですかって。そっちに来たってこと？あ、うん、そう。答えてやれよ。いや、私いや、これ私答えるパターンなの？ああ。私はあるよ、自分の好きなとこ。いや、俺もあるよ。え、だから、それを答えてほしいんだよな。うん、答えてほしい。あ、そうそうそう。アンサーが欲しいってこと？あ、そう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 。質問の答えが欲しいなっていう動画。うん。自分の好きなところはどこですか？はい。じゃあ、何でしょう？たくさんありますよ。はい、そのうちの一つを答えてくださいって。うん、まあ何個でも。何個でもいいの？え、一つとは言ってないから。いっぱいあるんだったら何個でも、一個でもいいし。じゃあ次いきますね。うん。サンダルで一番のおすすめは何ですか？そんなもん人それぞれ足が違えんだから、そんな自分に合ったもん買えや。当たり前だろそんなもん。この靴めっちゃいいよっておすすめされてさ、うん、その人に合うかって話なんだよ。ABC ってば、 ABC まず。じゃあ、うん、このアンサーは ABC に行ってってこと？ ABC。 いや、それもよくわかんない。、うん、ABC なのかどうか、うん、ABC が合うかどうか。そう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 。しかも俺 ABC じゃねえしかって。おすすめって人に勧められねえ。なんでよ。じゃあ、うん、何履いてるかだけ教えて。勧めなくていいから。アディダスのあのサンダル。アディダス、うん、うん、ストックめっちゃある。確かに、うん、ストックめっちゃある。アディア買っちゃうもんね。そう。腰は大丈夫ですか？腰、今年ちょっと状態悪いな。今年悪い。うん、なんか結構ぐきえんでくるとき多いな。でもなんか去年よりぎっくりはなかったよね。あ、手前は結構あったけど。一番でかいのはあれだな、
ジムでジャンプした時、ああ、エビスさんに即処置してもらった時なんか塗ってもらったんでしょ。そう、あれなかったらマジションベン漏らしてて、あれ結構ションベン漏らしててやばかったよな、あの時な。キキその現場にいたんだよね。パパのキックリ現場にいたんだよね。パパやばかった、どういう感じだったの。ジャンプして、うん、ねえねえすごいなって言ってから、うん、あー痛たたたってキキその時どう思った。笑った。パパやばいって笑っちゃったの、うん、パパそういう時、その時どういう姿勢とかどういう感じだったの、うん、ダンゴムシとかダンゴムシみたいになった次ママに仕掛けたいドッキリはありますか。いや、たくさんあるけど、うん、けど次仕掛けたいドッキリっていうんであれば、うん、それドッキリじゃねえだ言ったら、まあ、コンプラ的には、うん、ダメなのやつはもうやりすぎて、確かに全パターンやってんじゃないかぐらいやってる。そうだよね、うん、計画的にやるドッキリっていうより、そう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 、不意にちょっとやるもんね、うん、だから私もう24時間警戒してるもん。好きな食べ物は何ですか。ごめん。ボクシングはやってたんですか。やってません。来世は何になりたいですか。来世、来世今と全く同じ。おかんと娘のおかんから、うん、座右の目は何ですか。一旦停止あ、そうなの、うん、そうだったの、うん、一旦止まって落ち着こってそういうこと、何事もそう、何事もまず落ち着こって。多分この言葉響くね、うん、もう一個あるよ、全員の。じゃあもう一個教えてください。左右確認いや、それさ、一回止まって、一旦止まって左右確認してから行こうってそれ交通ルールだよな、うん、いや、まあ、もしかしたら、うん、あそこの塀の陰に、うん、おまわりが一旦停止やってる可能性がある。それの確認、うん、やってるかもしれないから、ゴールドがほど遠いからそれ一回きりでゴールド遠のくからね。本当だよ、めっちゃ遠いよ、すげえ遠いよ、シルクロードより遠いよやばいじゃんまあでもいつかゴールはあるね。どうだろうな一回止められるおかげで、うん、ね、うん、そういう大事に至らなくなるからね。うん、本当そう。そう、だから止まるが座右の目で。もういい？いや、まだいっぱいある。ママの料理で何が好き？スープ。スープ系。おお、なるほど。うん。サンダルのこだわりはありますか？え？サンダルのこだわりはありますか。あ、サンダルのこだわりあるから同じのしか買わねえんだろうどういうこだわりがあるかっていうのを知りたいんだと思うんだけど、サンダルに布がくっついてねえやつ。ああ一発で水洗いできるやつ清潔感保てるやつじゃない、ダメだもんね。そう今川焼きと大判焼きどっちが好き。お好み焼きどうやったらパパみたいにメンタルが強くなれますか。メンタル強いって思ってるかもしれないけど、うん、普通だから何でもできちゃうじゃん、うん、どこでも、うん、だから多分それがメンタル強いって思ってる人が多いみたいで、ああ、なんか変なこととかさ、あ、外でやっちゃったりさ、あ、できるじゃん。あ、普通か。普通だな好きな歌は何ですか。好きな歌、うん、好きな歌たくさんありすぎる。その中でもじゃあ、うん、今ポントでレリゴーレリゴーあの雪、うん、レリゴーほんとレリゴー松たか子の方のレリゴーいや、ちょっと意外すぎた好きなジュース。ライフガード。子供の時好きだったキャラクター。ポロリ。ポロリお母さんと一緒。そう、ポロリ。好きなアニメ。好きなアニメ、うん、好きなアニメいっぱいある。うーん、忍たま乱太郎お猿のジョージ。あ、そっち系、うん、そっち系、あとワンピースとかじゃなくて大丈夫。うん、
忍たま乱太郎でお猿のジョージ、はい、あと今からやるの全天堂、全天堂車の移動で見るからね。ああ、そうね、うん、得意料理 Just do it ないってことか。いや、あるよ、たくさん。たくさん、うん、チンジャオロースいや、食べたことないチンジャオロースとか得意料理あれじゃん、あれじゃん。そうそう、焼きそばか。そう、焼きそばだな。家族みんな大好きな焼きそば。焼きそばと、あとタイのムニエいや、待ってタイのムニエルって何よ。しょっちゅう作ってるタイのムニエルと、うん、あとイワシのムニエルとか結構個性的なもの作るんだね。あと、あとなんだろうな。得意料理だよ。そうだよ、だからタイのムニエル、うん、イワシのムニエル、うん、あと、もうそろそろレクイエム危機に受けた好きな焼き鳥は何ですか。私はハツです。だって聞いてねえからまず俺の質問だよ、なんでお前が最初に答えてんだって話だから。私はハツですって言ってで、俺に聞いてんのに、なんでなんで食い気味にお前がハツだって答えてんだよ俺の質問だぞこれで好きな焼き鳥。うん、あもうまだその続きなの。お先に答えられたからいい。お先に答えられちゃったからもういい。砂肝だろ。ああ、砂肝ね。しょっちゅう食ってんのは。え、でもハツも食ってるよ。たまにな。じゃあ一番は砂肝ね。うん。次、好きなことわざは何ですか。笑って書いてた。好きなことわざは何ですか。笑って笑うな。まず。まず真面目に聞いてこい。笑ってなんだよ。好きなことわざ笑って俺草仮面ライダー何が好きですか。ブルースリー。子供のやる気を引き出すコツ。引き出すコツ、うん、やる気を引き出すコツはね、本人たち次第でしょう。やる次第だよね。本人たちのやる気次第でしょう。なるほど、うん、お酒飲みますか。あ、たまに飲むね。毎日は飲まないね、うん、精神年齢何歳ですか。40歳でしょおお。次はね、質問っていうか相談みたいな感じなんだけど、うん、親に付き合ってることが言えないです。なんて言えばいいと思いますか。あ、親に言えないんだって、うん、なんて言えばいい。なんて言えばいいって、どう切り出せばいいかってことがね。あ、言いたいのそれを。言いたいんだったら言えばいいし言いづらいんだったら言わなきゃいいじゃん。その言いづらい理由がね、うん、ちょっとわかんないけど、うん、でもどう言ったら言えるか。どう言ったら言えるか言おうかなと思ったら言えばいいしあ、ちょっと言いたくねえなと思ったら言わなきゃいいし、うん、うん、頑張れよそうだね。一重ですか、二重ですか。ゴリッゴリの二重でだね、うん、パッチリ二重だよね、うん、けど、もともと一重だったけどね、思いっきり、うん、整形してないでしょ。してない。なんでそんなくっきり二重になったの。まぶたが痩せたのかな。夜勤の時から。あー、うん、寝不足で、うん、好きな歌手。ブルーハーツ。子供の頃、牛乳苦手だったら。子供の頃っつうか、今もな。牛乳飲むと腹下すからまんまは飲めないね。うん、無理。シチューとかいけるけど。うん、スチューとかねスチューだって、ああでもあんま食いすぎるとちょっと腹下すもん。ああ、そうだよね、うん、宝物は何ですか。防犯上言えませんなるほど、うん、尊敬する人を教えてください。尊敬する人、うん、たくさんいますよ。誰もが分かる人いる。誰もが分かる人、うん、もちろんいるよ。じゃあ、夢ありますか、うん、夢。夢、夢はね、夢っていうか目標はたくさんある。これだけは譲れないってものありますか。ありますよ、それは。おすすめの靴、教えてください鬼塚タイガー
結構美味しくない。トレーニングで。そうだよね。ああ履いてるからな。あれがあれがすごく履きやすい。怒ることはありますか？めちゃくちゃある。そうね。うん。好きな色。好きな色？いろいろ。服はどこで買いますか？うん。ユニクロ。だね。うん。9割ぐらいユニクロ。ユニクロか。うん、あそこなんだっけ？ゼビオ。そうゼビオ。確かに、うん。歩くゼビオだな。歩くゼビオ。広告となの。うん。歩くゼビオだな。なるほど。うん、俺がゼビオだ。人間関係がうまくいくために心がけていることがあれば教えてください。人間関係がうまくいくために、うん、心がけていること、普通特に心がけていることはない。嫌いになる人は嫌いになるだろうし、うん、うん、これだっていうのはないな。ポケモンじゃねえから。それでは以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。最後何かメッセージをお願いします。今年もよろしくお願いします。